皆さん、こんにちは。マダルグルイシです。では、今回は、新ギレンの野望。ベリーハードチャレンジではないんですけども、逆襲のシャア・ハサウェイのシナリオを使って、全部で4つ用意されているエンディング。これを完全制覇していきたいと思います。ちょうどですね、先日、閃光のハサウェイをようやく見てきまして、まあ、良かったですね。まあ、ただ、2つほど気になる点があって、1つがですね、バトルシーン。ペーネロペーとシーガンダムのバトルシーンがちょっと暗くてよく見えなかったなというのがあるので、まあ、これはですね、第2部、第3部で、期待したいなというのと、あとギー・アンダルシア15歳っていう設定にちょっと無理があるんじゃないかなというふうにね、思った点がありました。まあでもすごく良かったですね。第2部、第3部もすごく楽しみです。では早速、ハサウェイのシナリオをやっていきましょう。今回は難易度にはあまりこだわらずですね、サクッとエンディングを見ていきたいと思いますので、まずはイージーモードから選択していきましょう。で、最初のいくつかに関してはですね、もう本当に攻略というよりかは淡々と時間を進めるだけというようなところもありますので、オープニングを見たらすぐエンディングに進めていきたいと思います。0093、3月12日、アクシスでは激しい戦いが繰り広げられていた。その中にクエスの存在を感じ取ったハサウェイが、整備中のモビルスーツを盗み、ラーカイラムを飛び出していった。初めて目にする戦場の恐怖をクエスへの思いで抑えつけて。あの光の中にクエスがいる。急がなきゃ。はい。ではまず一つ目のエンディングですね。これはですね、単純にクエスの元まで急いで到達して、選択肢イエス・ノーで2つ見れますので、そこまで進めていきたいと思います。では拠点に入りましたので、クエスここにいると思うので、このクエスのところまでまずはこのハサウェイを連れていきたいと思います。では1つ目、2つ目連続して見ていきましょう。ここはクエスの選択肢で変わってきます。クエス、僕だよ。クエスだろ、これに乗ってるの。慣れ慣れしくないか、こいつ。ダメだよクエス、そんなんだから敵だけを作るんだ。あんたもそんなことを言う。だからあんたみたいのを生んだ地球を壊さなくちゃ救われないんだよ。クエス、降りて。解きなさい、ハサウェイ。このイエス・ノーですね。これでそれぞれのパターン見れますので、まずはですね、イエス、これを選択します。戦いはロンドベルの勝利に終わり、アクシズ落としは失敗に終わった。地球圏に静寂と平和が戻ったのだ。だが戦いの代償は大きく、実質状態に陥ったハサウェイは地球へ降り、その自然に触れることで心を癒していった。だが地球で連邦政府の腐敗も目の当たりにしたハサウェイは、地球環境の保全と腐敗の是正を志すようになる。世界は再び不穏な空気に包まれていくのであった。これで1つ目ですね。では続いて2つ目、プレイしていきましょう。ではここで2つ目のエンディング、先ほどクエストの選択肢でイエスを選んだところでノーを選択していきたいと思います。クエスだろ、これに乗ってるの。
慣れ慣れしくないか、こいつ。ダメだよ、クエス。そんなんだから敵だけを作るんだ。あんたもそんなことを言う。だからあんたみたいのを生んだ地球を壊さなくちゃ、救われないんだよ。クエス、降りて。解きなさい、ハサウェイ。クエス、アムロ、戦ってんの？怒っちゃいけないよ、クエス。それじゃ可愛い顔が台無しだよ。私あなたの気持ちを考えてなかった。アムロに怒られちゃった。え、うん、いいってそんなの。じゃあ行きましょう。いつまでもこんなところにいられないわ。クエスとハサウェイは戦場から逃亡した。戦いはロンドベルの勝利に終わり、アクシズ落としは失敗に終わった。それは同時にクエスが追われる身となったことを表していた。連邦軍の高官であった父をその手にかけたクエスに、安息の時が訪れることはないであろう。だがその傍らには、自らの生涯をかけクエスを支え続けていこうとするハサウェイの姿があった。かけがえのないものの存在を互いに感じながら、二人は一歩を踏み出す。彼らの逃避行は今始まったばかりなのだ。はい、二つ目のエンディングですね。これがいわゆる完全エンディングとして用意されているもののようです。では三つ目見ていきたいと思います。ではここから3つ目のエンディング、見るための仕掛けをしていきます。まずですね、ハサウェイがここにいるクエスの隣に隣接するというのが一つの条件になっているようなので、これを達成します。で、先ほどと同じようにどきなさいハサウェイでイエスノーのイベントが出ますので、まあ、そこでノーを選択して次にステップを進めます。で、次にステップが進められるかどうかに関してはですね、単純にターン数に依存しているようなので、確実に次のステップに進むためにはターンを5ターン以上進めておくといいようです。クエスだろ、これに乗ってるの。慣れ慣れしくないか、こいつ。ダメだよクエス、そんなんだから敵だけを作るんだ。あんたもそんなことを言う。だからあんたみたいのを生んだ地球を壊さなくちゃ、救われないんだよ。クエス、降りて。解きなさい、ハサウェイ。ここでノーを選択します。大佐がアムロに殺されそうなんだ、邪魔よ。待ってよクエス、クエス。アムロ、大佐は、大佐は私んだよ。クエス、よさないか。クエスを止めなきゃ、このままじゃアムロが。このイベントを発生させてからクエスを撃破するか、アムロが撃破されるかでイベントが変わってきます。今回はまずはですね、クエスを撃破しちゃいましょう。難易度はイージーなので、まあ、簡単にクエストは倒せるかなと思います。まあ、念のためジェガーのハサウェイは一番後ろに下げておきました。当たっちゃった。クエスト撃破です。
愛する者をその手にかけたことで、ハサウェイは心に深い傷を負ってしまう。実質状態に陥ったハサウェイは地球へ降り、その自然に触れることで心を癒していった。だが地球で連邦政府の腐敗も目の当たりにしたハサウェイは、地球環境の保全と腐敗の是正を志すようになる。たとえそれが新たな動乱を生むことになろうとも。はい、これが3つ目のエンディングです。最後、クシーガンダム、ちょっと映ってましたね。では続いて、今の状態で今度はアムロが撃破されるパターン、これもエンディング用意されているようなので、4つ目最後のエンディング見ていきましょう。では先ほどと同じようにイエス・ノーの選択肢まで進んで、ノーを選んでいきます。でノーを選んだ後は、今度はアムロが撃破されるというのが条件になりますので、放置しましょう。クエスタド、これに乗ってるの慣れ慣れしくないかこいつ。ダメだよクエス、そんなんだから敵だけを作るんだ。あんたもそんなことを言う。だからあんたみたいのを生んだ地球を壊さなくちゃ救われないんだよ。クエス、降りて。解きなさいハサウェイ。大佐がアムロに殺されそうなんだ、邪魔よ。待ってよクエス、クエス。アムロ、大佐は私死んだよ。クエス、よさないか。クエスを止めなきゃ、このままじゃアムロが。さあ、アムロをしっかりと保護する必要、撃破されてしまう必要がありますので、その間にジェガンがやられないようにちょっと気をつけなきゃいけないですね。まあ、脆いといえば脆いですからね。はい、アムロがシャアのサザビに撃破されました。くそ、ここまでか。言ったろ、大佐は私んだって。クエス、なんてこと。大佐、これからも私が守ってあげるわ。待ってよクエス。モンドベルの残存部隊は直ちにラーカイラムへ帰還してください。アクシズが地球へ落下します。作戦は失敗です。そんな、母さんが、ジェーミンが。ロンドベル隊はネオジオン軍の前に敗れ去った。シャアの計画は完遂され、地球は核の冬に見舞われた。地上の崩壊とともに連邦政府も消滅し、ロンドベル隊はその存在意義を失ってしまう。次々と投降、拘束されていく隊員たち。残存戦力で反抗を試みる者も現れたが、全スペースノイドの指示を取り付け強大となったネオジオン軍には抗いようもなく、すりつぶされるように相当されていくのであった。はい、ハサウェイ編4つのエンディング全部ご覧いただきました。いかがでしたでしょうか。では今回はここまでにさせていただいて、次回ですね、また別の企画何か考えていきたいと思いますので、ぜひ皆さんからもご意見とかアドバイス、あるいはアイディアなどお寄せいただければ嬉しいなというふうに思います。